では今回は今日のパワプロということでオータムフェスタガチャ、こちらを引いていきたいと思います。バナーキャラが深見くん、港さん、王子佐伯さんとこの3キャラで40連目と60連目にバナー PSR が、確定しているというところになってます。あと SRPSR もずっと出現率2倍で、厳選キャラ20キャラのみというところになってて、でこの3キャラに関しては俺もかなり欲しいキャラ3人なので、60連まで引いていきたいと思います。 PSR 枠が、欲しい3人のバナーキャラになってるので、通常の出現枠だとエプレミちゃんとかね、アーサーとか PSR のプラゴのキャラも入ってたりするんですけど、先駆けとかもねもう PSR プラゴなんですけど、PSR 枠がねもうバナーキャラになってますので、ここを安心して引けるというところになります。じゃあ10連目からいきましょう。はい、ここはバナー PR 出現率もずっと2倍だけど特に入ってなさそう。2倍になっても結局入ってない。あ、星空星光くんもねレベルを上げたいんだよね普通に。でレイリーもレベルを上げたいでしょ。そうだから結構自分の手札の中ではいいガチャかなと思います。じゃあ20連目、ここは SR 以上で、次からはもうバナーキャラがどんどん続いていくんで、結構解放は進むんじゃないでしょうかというと、うお、すげえいっぱい入ってる初めてなんだけど4枚も入ってるとかよし、そう、港さんそもそもね SR すら持ってなかったから。おーし、星空星光くん収穫はでかい。あ、ユッキーね、ユッキーいくつだったっけ、もうわかんない。で、王子佐伯さん、おー、いいね、ここは。いや、厳選20キャラっていうのもまたいいよね。もう欲しいキャラがかなり揃ってるんで。で、30連目、ここはバナーです。バナーキャラもね正直誰が出てもいいっていう、さすがに1枚だよね。うん、神くんどうだったっけ、なんかもはやわからない。エプレミちゃん、イザヨイさん、ルナちゃんは通常バージョンは二刀流ルナにぶっこんだんで、そんなにないんだよねただここがちょっとあれだねあの通常枠が全部 R っていう、さっきが出来すぎだったからね、出来すぎくんが舞い降りてきたから。なんだっけ、出来すぎくんって名前わかんない。出来すぎくんってあのドラえもんの話ね。てかこっからそうだね、こっからそうなるよね。で、港さんは一応 PSR 出たけど、さっき見てわかるように SR がそもそも1枚しかないっていう、だ選択権をね使ってないんで、いまだに港さんはね本当にこの前の聖堂高校、新聖堂高校でもお借りして入れてたからね。50連目、あ、虹キラーンはなし、1枚。20連目に全てが収束されていたな。で、港さん、いいね、せめてプラ1とかにできるとねいいんだけど、ちょっと PR の溜まり具合とかがよくわかんないんで。で、60連目、ここはバナー PSR いきます。別にここはね PSR 確定なんで、演出については特に言うこともなく、いやいや、そうだね、20連目に全てが収束されたな深見くん。これ一応 PSR は3人揃った感じ、なかなかの収穫はあったと思います。でも全体的に考えると普通かもしれないね、他が出てないから、確率は偏るねというような感じで、
ちょっと深見くんの50を見つつ終わりにしますか。タックが60に伸びるのか。タックがもともと 50% から 60% 10% か。でもまあ得意練習2つあって、タックが60、精神ボーナスで、精神ボーナス練習効果アップもついて試合経験点もあるんで、まあちょっとレベルを上げていきたいっていうところ。威圧感持ってたんだ、知らなかった。まあそんな感じで今回のパワープロはこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。